ユースト開始しました。イエイ。ちょっと余計めにマヤさんに絡んでいきました、うん、ほらマヤさん、マヤさんっす。いちご大福、いろんな CM にいろんな言葉を混ぜてて、これは何の CM でしょうみたいな感じあります。何それ、どういうこと。全然今見るといちご大福、本当は何の CM のやつでしょうみたいな。オートバックスみたいな。そう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 。あー、地鶏が名物山内農場みたいな。うん、どうですか、うん、ちょっと後で提案してよ。それを民謡でやるみたいな。いや、ぐちゃぐちゃで。どうしたらいいか分かんない。名古屋人くみたいな感じで。なるほど。早く食べないやつ。ユースト確認できる人いない？マエちゃん。ニコラマも行きますか。ちょっと早めに。まだでも4分前ですよ先生。ちょっと早いか、うん、早めて早めに終わられる。わかんないけど千本桜弾いてみるよ。あれ歌なんだね、初めて知ったんだけど。千本桜ちょっとめっちゃ食ってる。やった。しかもあれカラオケで入ってるのね。うんうん、行くわ。始めるニコニコ、うん、ニコニモ。ニコニモダメだ、おりゃファインディングニコ。一個返してやつで始めます。はい、やばい、もっと寄って、みんな。こんな感じしようかな。始まってんの？始まってます。まさか。みなさん、こんにちは、石倉三郎です。ちげえだ。阿部金三郎です。三郎が入るとたまに間違えてしまうところってありますよね。よし。あ、見れた。来場者数が、2人。ありがとうございます。これ入ってますよね。これ1人だ、ね、これ。こんにちは、皆さん。はい、さあ、来ました。来た来ました。テンションを上げていきましょう。はい、はい、さあ、それでは第、今日は記念すべき第5回目の、はい、生放送ということで、はい、うん、何か皆さんありますか。先週お休みいただきましたからね。今日は新潟県。確かに前回、先週ね。そうですよね。前回。何なのこれ、トロロコンボ。トロロコンボ。トロロコンボじゃねえだろ。海にトロロコンボあるじゃん。海の主か。新潟県寒いですから、首元だけでもドラム昆布したら。新潟県柏崎に来てます。新潟県でやってます。来場者数が5名に。楽屋です。ありがとうございます。楽屋、夜学です。夜学、夜学から生中継。それ iPhone のやつでしょ。そう音が違うでしょ、全然。厳しい。そう、うん。こんな感じじゃない？なんかありますか？
今日皆さん見てて楽しいような、まず昨日、はい、昨晩、はい、急遽、はい、腰の完売ライトやりましたね。やってないでしょ。わかんない、覚えてないけど全く覚えてないですよね。失礼しました。これ暴言があったら本当に、ね、僕と申し訳なかったです、ね、その見てる人だけみたいになりました。あ、そうなの。はい、一人ニコに、ニコ生やっちゃったの。一人ニコ生でしたね。需要あるのそれ。枠、え、あの結局30何名とか40何名来てる人たちに。そう、俺一人で喋って一緒にコメントしてみたいな。マジだ。はい、でも覚えてないでしょ。うん、あんまり覚えてるな、これは。今日もまたチープな感じでいきますか、はい、ゲーム。ノープランですよ、今日も。いや、俺考えてみました。いや、ノープランですよ、今日は。あ、そうだねアドリブでいく感じでいく今日は楽屋からなのでですね、ちょっと、はいはいはい、ここにポットがありますそれどうしてもやる。ポットがありますので。いやだやだ、熱いし。ちょっとじゃあ、民謡、僕たち民謡好きじゃないですか。民謡好きですよね。はい、好きですよね。はい、好きですよ、もちろん。三味線好きですよね。はい、だから民謡が好きなんだったら、どんな状況でも歌ったらやめられないと思います、思うんです。そうですよね、はい、歌始めたら楽しくなっちゃって ね、 それはそうよね。ということで、どんな状況でも民謡好きな人は民謡を歌えるか、前回のコーラに続きまして。さては前回の負けたら相当悔しいですまあまあね、金ちゃんは全然ダメだったじゃん前回の、ね、コーラ。あ、コメント4件も来てる。なんで見れないんだろう。今日はじゃあお茶を皆さん、午後なんで、午後の聞いてるか。はい、あ、銀ちゃんマリオ聞いててきてます。さあ行きましょう。マリオ後で弾きます。マリオ後で弾きます。今日はですね、はい、このティーバッグのお茶を入れまして、そのティーバッグもいらないですよね、うん、いらないので、手の上にたポトポトお湯が落ちても歌い続けられるか。余裕でしょ、うん、余裕でしょ。余裕、民謡好きだもんだって。ああ、じゃんけんで目つぶって歌うことにしようか。じゃあいつ来るか、いつ来るかグーってなっちゃうから。あ、いいです。まあ、それかこう見ないのでもいいんじゃない。あ、まあ、目つぶって歌うよ。最初はグーじゃんけん、ほい。はい、こうでしょ。あ、歌いたかったな、歌いたかったじゃあ一番じゃ選んでよかったから。じゃあ俺一番。おお、逆に美味しいでしょ。すげえ展開じゃあ1番、2番、3番にしようか。 OK OK、3番か。じゃあお茶入れさせていただきますソチャですがこの時点で熱いよあー結構熱いよ俺。熱いでしょ絶対この後本番なのよ大丈夫か踊るのに関係ねえか。さあ行ってみましょう。じゃあ何歌えばいいですか。もったいないから一回入れたやつでいいですか。じゃあいいですよ、いいですよ、うん、何でもいいですよ。何歌います。じゃあまたソーラムシていきましょうか。わかりました。ソーラムシいっちゃいますか。わかりやすくね。じゃあ頼む歌してくださいじゃあ目つぶってください。いきましょう。ちょっとボドボーみたいなやめてよある程度こう取ってからにしてよ。はいよ、こういう感じですね。あ、そうだ。じゃんじゃんじゃじゃん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 、あどっこい、じゃんじゃんじゃじゃん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 、やーれんそーらんそーらん、そあつそーらんそーらん、はいはい、にしんきたかとくの目にとえば、わたしゃたつとり、あっ、みーみーみーきけちょい、みー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 ちょっと一回お湯で洗おう。あったかくしてから。そうそうそう、もう一回行きましょう。あったかくしてからどれだけ見せて何でより熱くする。お願いし、今熱かったでしょ。いや、じゃあ行きましょう。じゃんじゃんじゃじゃん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 、やだやだじゃんじゃん、目つぶって歌うんだよ。じゃんじゃんかじゃん、やーれーそーらんそーらん、そらんそらんそらん、虹に聞かれてる。おいおい、おいおい、民謡愛が、なんだよ、ソロコンベ。民謡愛が足りない。
思うのに。暑い。暑い。さっきより全然暑い。さっきより全然暑い。これ大丈夫か。暑い。やべっちゃ。やべっちゃ。やべっちゃ。暑い。入っちゃった。はい。ちなみにまた暑いやつじゃないですかこれ。ジョジョチャン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 いいよ。目つぶってよ、ちゃんと。やれんそーらんそーらんまだまだ。じゃんじゃんじゃん。目つぶって、前奏は目開けて0時だから。歌始まったら。じゃん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 。やーそーらん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 。はいはい無人機とかとかも目に問えば、あはははたつとり、何に聞けちょ。やったほらおぉうわぁこれちょっと石びしょびしょだし良いこと民謡好きな子は真似しないように罰ゲーム罰ゲーム松松は罰ゲームだよそれさあ罰ゲームいきましょう何いきましょうかじゃあこれ罰ゲーム何しようかめっちゃ楽しいなこれ罰ゲームやっぱ30秒間鼻こちょこちょでしょ行きましょうか 両鼻ね、はい、うーん小寄りをしながら歌ってもらいましょうかちょっと小寄りの作り方が本格的じゃないですか何か何歌ってくれるの何歌ってくれるの一番好きなやつでいいよソラムシでいいソラムシでいいいいじゃないさんじゃ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 んはい声が今何歌ってんの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 してるね確かに、うん、放送がありがたいですねこれは第2回戦いきますかはいじゃあ曲を変えてはいはいいきましょういいですよじゃあちょっと、鼻のムズムズがちょっとまだ気持ち悪い鼻のムズムズがまだ気持ち悪いさっきの銀ちゃんのちょっとぬるかった説がそうですねあるからねいいよ、バリッバリは出たてでいいよよし、行ってみましょうじゃあ何やるよ鼻傘温度いきますかはい結構長いですね、うん、頑張りますかフォーラムスの方が長いんだね行きましょう
チャンチャンカチャンチャラチャンカチャンチャラッチャチャン。あ、よいしょ。チャンチャンチャチャンカチャンカチャンチャラッチャチャン。めでためでたの若まさまよえぐりも栄えて葉も茂る。やし、これめっちゃ熱いな、これ。ゾウすごいね。あ、これ津軽ジンクとかできてますよ。津軽ジンクにしますから。じゃあ、行きましょう。津軽ジンク行きましょう。じゃあ、行きますよ。たかい山こから田の中見れば、はいはい、見れば田の中稲よくも出る。やらんのかい、やらんのかい。すごい、すごいね。次もね。勝ちでいいのかな。勝ちでいいのかな。何しますん。じゃあ、津軽ジンクでいいよ。はい。タタン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 タこれ金ちゃん罰ゲームかな。なんでだよ。やってないじゃん。夏政罰ゲームなのじゃん。なんで。じゃあこれに行きます。こういう、こういう声になっちゃうんだね。じゃあ何歌います。何歌いたい。なんで俺なんすか。ちょっと待って、間違いなんで俺になってるんすか。ん、何だろう。みんなだって本当は応用かかってないのにリアクション取ってんだよ。かかってないんすか。かかってるし、熱いわ。はいはい、何歌う。ちょっと何歌うか。安木節歌って。あ、いいかな。よしよし、カメラにちょっと見えるよね、ちゃんと。はい、行きましょう。さん、は親父いいとこへ。お尻からうさげよ。おお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 。いや、ギブシって言って、パン、パンもパンももうだいぶ日本に来て、まあ、米節ありますけど。あ、米節あるからね。米節ありますけど、あと北海道、じゃがいもの歌、いろいろありますけど、あのパンの歌はまだ民謡ないということで、今日はパンの歌をちょっと作ってみようかなと思います。パンどうやって作るの。ちなみにさっき調べたら、パンは1860何年に初めて日本に来たんだって。え、だから民謡より全然古いのよ、そこら辺の民謡。なるほど。じゃあなぜパンの民謡が作らなかったかという、パンのために民謡を作ってあげましょう、今日は。はい、パン人工、うん、本調子だよね、うん、これちょっとでも、もうできているんだけど。そうだ、恐れないで、みんなのために。パンの、パンの歌だから。そうか、無理だし、もうすでにあんの。じゃあパンの水を、いや、もっとなんか余計な感じじゃないのか。パン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 パ
からね。いやいやいや、作る工程をちょっと教えてください。正直僕分かりません。パン、生地をこねてですね、はい、発酵させて焼く。今小麦粉、小麦粉取って練ってこねて、はい、はい、すいません。そういうことだよね。小麦粉を練って、はい、イースト菌はいつ入れるの？イースト菌はピザでしょ。え、パン違うでしょ。イースト菌入れるでしょ。わかんないよ、言っちゃダメだよ。あ、そういう変なパン食ってんだ。なんだよそれ、普通のパンだ。イースト菌入れんじゃないの？あ、入るかも、入るかもね。入る、喋って大丈夫だよ。出ましょうよ。じゃあイースト菌ね。そういう工程やっぱね、歌詞にしないと。はい、じゃあ1番できた。はい、して発表しましょう。発表しますか。パンのパンジンク、パンのパンジンク、パンジンク、うん、新潟ですから。そうですね。パンオーケストラ、パンオーケストラでもいい。この場合は新潟県の民謡になるんでしょうか。パンの米どころでパンの確かにそうですね、はい、麦どころで。じゃあもう一番ぐらいいきましょうか。ゲストありあとはじゃああと10分ほどね、ありますから、ね、まだまだパンの歌もパワーパンパン題名はそうですね、うん、ちょっと考えますけど、パン節かパンジンクかパンケザ、うん、米じゃないから。結構さ、佐賀単数長持ちとか結構さ長い名前多いじゃん、うん、小麦、こね練り焼き節、焼き切り歌みたいな。じゃあパン、パンマンいきましょうか。小麦、こめ、こね、こねくり歌。はい。何の歌全国大会、パンの歌全国大会やれるね。飽きた。パンかな。モニターでクリーションになっちゃう。平和ですね。新しいやつ、あ、小麦こねくり歌。あ、小麦こねくり歌いいかもしれない。うんうんうん。糸くり歌。どんどんパンパン。さっき長マリオをやってくださいみたいな。じゃあマリオやりましょうか。まあ、ただマリオやるだけだとあれだから。ちょうど椎茸あるからキノコ食べながらやれば。あ、じゃあギッチャン。
椎茸食べながらちょっと引いてよ。俺椎茸食べれないからそもそも椎茸だからそれで今日はね、食べさせてあげて、にあの郷土料理をいただきまして、楽屋で美味しくいただいておりますけども、美味しいんですけど、銀ちゃんの苦手な椎茸を、はい、作っていただいたんですか。久しぶりに食べた、はい、こんなしっかりでかいやつクソツボ開いてるさあ、あと何分ぐらいですか。あとまだ全然6分ぐらい。あの創作民謡いいかもしれない。また役をやりましょう、うん、もうついに先生は外に出て行ってしまいました。だから来週もきっと何かの日があると思うんだ。そうだね、来週はなんで出そうと。もういいくねよ、栄養にしろ、栄養にしなさい。だから来週は4月19日。